ヒディムバーとビーマ。ヒディムバーはインドの女子誌、マハーバーラタに登場する変幻自在の羅折女。ヒディムバーの妹、パーンダバの一人ビーマとの間にガトーとカチャを産んだ。午前時合の後、ドゥルヨーダナは燃えやすい家を建てて、パーンダバーを住まわせ、焼き殺そうと企んだ。パーンダバーは罠に気づいて脱出したが、ある森にやってきたところで疲れ果て、眠り込んでしまった。 この森は、人食いらせつヒディムバとヒディムバの住処であり、パーンダバの匂いを嗅ぎつけたヒディムバは、妹に何者がやってきたのかを見に行かせた。ヒディムバは、パーンダバに近づいていったが、一人だけ眠らずにいる、ビーマを一目見て愛してしまった。そこで、ヒディムバは、女神にも劣らないほどの美女に変身し、ビーマに恐ろしい兄があなたたちを喰らおうとしていることを告げ、自分の夫になって、 一緒に逃げようと言った。ビーマは家族を羅折の餌食にはできないと言った。そこでさらにヒデムバーは自分が兄からあなたたちを守ってみせるので家族を起こすよう言った。ビーマは羅折を怖がって家族の眠りを邪魔することはできないと言った。そのうちヒデムバーは妹がいつまで経っても帰ってこないことに苛立ちパーンダバのところにやってきた。 そして妹の裏切りを発見して怒り狂った。しかしビーマは激しい格闘の末にヒディムバを殺した。兄の死後、ヒディムバはパーンダバ一行の旅について行ったがビーマは彼女を殺そうとした。ユディシュティラがビーマを止めた時、彼女はユディシュティラとクンティーにビーマとの結婚を申し出た。ユディシュティラはこれを許したので、彼女は昼間はビーマと暮らし、 夜はパーンラバのもとに返すよう約束した。ヒディムバーはビーマと生活をするうちにガトーとカチャを産み、その後パーンラバと別れた。ありがとうございます。